ドミラディオ TV。 これ何をするやつなんですか。え、あ、ジュンテッタンツッタンツッタンクリスマス。はい、どうも皆様、クリスマス、よクリスマス、よクリスマス、よクリクリスマス、クリスマス、スマ、クリクリスマス、クリスマス、スマ。お、クリスマスは何するの。プレゼント。それ以外に何するの。肉、肉。それ以外に何するの。おうん、あそんなことをしながらクリスマス。皆様、クリスマスの夜をどうお過ごしになられる予定でございましょうか。はい、我々もですね、クリスマスといえば、そうですね、クリスマスといえばいろいろあるじゃないですか。はい、そうですね、まずまあ、だだだだ、ないっすかね。まあ、はい、全然僕何もなかったんで一つ考えたんですよ。お、何をやろうか。まあ、クリスマス当日とかね、クリスマスイブとかになりますと、やっぱご家族の方で一緒にいらっしゃる方とかですね、はい、あとはまあ、お近くにね、男性女性ね、そのカップルで、はいはい、いい景色の場所をですね、見に行ったりとか、はい、なんかいろいろやられると思います。まあ、まあね、いわゆるおデートですわ。オディデュー、はい、オディデューをすると思うんで、はい、その当日は避けたいと。まあまあそうですね。やったところ何をやっても需要がないと、はい、いうことでですね、21日、12月の21日ですよ、僕たち、ゴリラディオ、ゴリラディオクリスマス特別編を、お送りしたいなと思っております。ありがとうございます。去年もやらせていただきましたので、ね、今年も、同じようにやらせていただこうかなというふうに思ってます。まあ、ゲストとかそれぞれね、まあ、前回も告知させてもらった通りですね、はい、まだ全然決まったりとかしてないんです。そうですね、去年出てくれたメンツが出てくれればななんていうふうに考えながらですね、はい、今年を迎えたいなと思ってましてですね、はい、それなんですけども、はい、僕らやっぱクリスマスじゃないですか。そうですね、クリスマスですね。で、僕ね、このクリスマスキャストね、同じ時間帯ですね、真裏で、はい、ハック、はい、滋賀は、滋賀、カタタの、ハッキーヒャーで、ライブやらせていただくんですよ。久しぶりに見た。下にマルクの後で下に出しておいてくださいね。はい、クルベリーね、はい、で、やらせていただくんですけども、はい、僕の前身バンド、ハウルの前身バンドですね、はい、ひずみというバンドがですね、まあ、解散はしてるんですけども、はい、そのメンバーのフロント4人でね、集まってアコースティックでライブをやるとこういう感じなんですよ。はい、ありがとうございます。ぜひ来れる方はね、来ていただいたりとか、見れる方は見ていただきたいんですけど、それを真裏でやってて、はい、そんなんとクリスマスキャストできないだな、あなたっていう話なんですけども、お、はい、ね、それを可能にする方法が一つあるんだ。ああ、何でしょうか。何だと思う、和田さん君。ああ、地球を引きつける。まあ、そういうこともあるやろ。はい、まあ、そういうことそういうこともあるやろけども、そういうこともあるやろけど、コラボ放送をね、やらせていただこうかなと。便利なものなのか、世の中が便利でございます。クリスマスキャスト、こちらのね、ゴリラ両本部でですね、はい、繰り広げてる間、僕は裏でそのハックルベリーにいるんですけども、はい、そちらでもちょろ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 コラボ放送で入れるときは入ってですね、はい、一緒にやりながら、はい、で、そして僕らのライブの時にはですね、僕らのライブの映像に切り替えてですね、そちらを、大画面 でワイプでこちら側の本部のですね、映像で僕らのそのライブを見ながらですね、感想を言っていただいたりとか、はい、皆様のコメントを読み上げていただくという、形のですね、スーパー特別編クリスマスキャストをですね、やらせていただきたいなと思っております。お願いします。で、さらにもうそれだけで特別感あるじゃないですか。はい、それだけ特別感あるじゃないですかね。それなのに、はい、さらにね、もう一個なんかやりたいなと。クリスマスだからプレゼントが多い方がいいだろう、なんちゅってね、なんちゅってね、なんちゅってね、なんちゅって、なんちゅ、これ歌やめようか。まあ、クリスマスだからワイワイ楽しまないといけないということで、はい、で、我々考えました。はい、クリスマスキャストでプレゼントを与えようと。はい、そのプレゼントはですね、まあ、いつも通り27時間ゴリラディオのあれがね、もう枚数もうないんですよ、ほとんど。ああ、はい、なるほど。もう残りカスみたいになってきちゃってるんです。それをですね、皆さんもうこれ終わったらですね、これを全部配ったりとか販売とか終わったらですね、もう新しい T シャツに切り替わっちゃいますので。そうですね、今回のこの T シャツをですね、売り切りごめんということで、はい、今回プレゼントしたいなと。なるほど、いう形でですね、そちらと
我々の前回ね、はい、27時間ゴリラディオの後にプレゼント企画を行ったあの企画と同じ、はい、同様ですね、はい、我々の私物も1点プレゼントさせていただけたらなというふうに思います。そちらがですね、なんと、はい、ドドッと3名様に、おお、そんな当たってる、ブラーボー、こちら3名様にドドッとこうプレゼントしたいなと思ってます。私物も3つ消えるということでちょっと心寂しいですけども、そうですね、我々クリスマスなんでね、はい、皆さん見ていただいている方にも楽しんでいただかなければいけないということで、そういうことですね、やらせていただきます。はい、そちらなんと、はい、ただではあげれないと、サンタさんにもいい行いを普段してて、それの代償として、そうですね、代償として、はい、いただくわけじゃないですか。まあ間違いないですね。良い子にはプレゼント、悪い子にはということになりますんで、ちょっとほんまに引くのやめてもらって、別にこういう人じゃないよ。あ、なるほどなるほど、ちょっとキャラクターでね。あ、なるほど、キャラクティキャラクティでやってるわけやから、急に普通に歩いてるうわーとか言う人じゃないから、はい、大丈夫。いや、びっくりしたびっくりした、ね、ちょっとドキッとしたかもしれないけども、はい、ちょっとその心臓パッパッと取るですけども、ただではあげれないと、はい、それは何をすればいいのかというのをマル君、じゃあ教えてあげてください。そうですね、今回プレゼント企画としてまして、僕らがキャスをしている間に、はい、ですね、3文字の文字をちょっと公開生放送中っていうかですかね、そういう分かんないですけど、まあ、僕の場合は公開生放送になりますからね、はい、ライブの時ね、そのタイミングの時に3文字の、文字を教えていく感じになるんで、それでその文字を最後メールですかね、 DM ですかね、そうですね、ダイレクトメッセージで、はい、なるほど、 DM で、送っていただいた方、抽選で3名の方にプレゼントを送らせていただきます。今のちょっと非常に分かりにくかったかもしれませんけれども、そうですね、簡単に言わせていただきますと、ここはもうカットしなくて全部使いますんで2時間半から3時間ほど、はい、放送の方させていただこうと思っております。はい、その中でですね、1時間ごとぐらいにですね、はい、こちらから、一文字ずつキーワードを、お客様に、与えますと。あ、1時間ごとなんですね、はい、大体1時間ごとぐらいじゃないとですね、はい、で、まあ、そのマロ君か僕がライブハウス側からこう一文字なのか分かんないですけども、はい、3時間終わった、放送が全て3時間か分かんないですけども、はい、放送が全部終わった時点で3文字の、うんうん、言葉になりますので、はい、その言葉をですね、そのキーワードとして、ダイレクトメッセージの方にですね、記載していただいてまして、そこを送っていただいた抽選で3名様、はい、そのお客様も、またその後日の、年末といいますか、はい、年しか分かりませんと、年末年始どちらかの、はい、明けましてキャスなのか、年の瀬キャスか、あちらかですね、そちらの、ゴリラディオの方でですね、はい、抽選会を、大抽選会をですね、行わせていただこうかなと思ってます。で、そちらで3名様、決定させていただく形になります、はい、で、その抽選発表の当日に、私物の方も発表させていただきたいなと思っておりますので、そちらの方までですね、どれが誰に当たるのかも分かりません、はい、もしかしたら私物を1点その違う人のところに入れて2点入ってる場合もあるかもしれません私物1人大パターンがある1人だけないっていうパターンも、もしかしたら僕らの都合上あるかもしれません。なるほど、もしかしたらですね、手違いで、はい、その場合は、お叱りいただければなと、はい、しっかり反省させていただきますので、はい、はい、そんな感じでですね、クリスマスキャス、はい、僕らも、はい、見ている方々も、はい、貴様らへと、分かってるか、その貴様らも、楽しんでいただくという形でですね、はい、無事年末も楽しんでいければなと思っておりますけれども、どうですか、マロ君。いいと思いますね。どんな心境ですか。いやー、ドキドキですね。ドキドキしてますよ、止まってますよ、ドキドキしてますよね。それだけはすぐに動かしてください、心臓はすぐ動かしてください、ね、分かりました。ドキドキしてる割には動いてませんでしたけど、ね、ぜひぜひ皆様、クリスマスキャスの方もですね、お楽しみいただければなと。はい、その当日は多分マロサンタがいてくれるのかな、多分。そうですね、僕サンタになりますね、きっと。そうですね、僕は多分普通の衣装着てると思いますんで、マルサンタさんで、あ、僕サンタで参加していただければなと思っておりますので、はい、皆様もクリスマス気分でね、なんか片手になんかチキンとか持っちゃって、ターキレーとかね、持っていただいたりとか、まあ、なんかちっちゃめのなんかコンビニのケーキでもいいですわ、なんか用意していただいて、なんかパクパク食べながらね、シャンパンがなんかいただいちゃって、はい、なんかおしゃれな夜にしていただければなと、思っておりますので、はい、皆様ぜひぜひお楽しみください。それでは、また普通のね、ゴリラジオ TV の方もお楽しみください。はい、バイバイ。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このね、番組がですね、もしよろしかったらですね、はい、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。動画概要欄にですね、ツイッターのアカウントの方もですね、貼らせていただいておりますので、もしよろしければそちらの方もフォローよろしくお願いします。それではですね、皆様次回の動画もお楽しみください。バイバイ、バイバイ。